今、幼稚園をどこにするか検討中です。地域から幼稚園の選択肢も多く、園の特色もお勉強系から遊び中心の伸び伸び系それぞれです。家から一番近いところにくらいしか考えてなかったのですが、いろいろ調べたら、周りのママにお話聞いて、何か所か見学始めました。また小学生になってから、出身幼稚園だって能力差みたいなのが出たり、幼稚園が与える影響ってありますか？いや、ほとんどないっす。ほとんどないと思いますね。幼稚園どこかとかっていうのは。ほとんどないと思いますね。どうなんでしょうね。なんか小さい頃の方が教育が介入する割合って大きいとかって言うんだけど、ちょっとわかんないね、それはね。ここの小学、幼稚園が仮に能力が高いとして、そこの幼稚園の教育能力が高いんじゃなくて、そこの幼稚園に能力が高い子供が集まってるっていうだけの可能性が非常に高いから。例えば、まあ、それって進学校とかでも言えてさ、進学校っていうのは何も指導してないけど、すごい、その進学実績がいいとかって言うけど、それはそこに能力高い子供が集まってくるからそうなるんであって、別にそこでレベル高い教育してることかってことじゃないから。だから、無能を進学校に入れても、進学校で無能になるだけっていうさ、そういうパターンなんだよね。